はい、どうも皆さん、お疲れ様です。アーマードコア6、ファイアーズ・オブ・ルビコン、今回もやっていきたいなと思います。1周目の方をね、リプレイミッションという形で進めているわけなんですけども、前回ですね、この集積コーラル到達を、30分かけて、なんとか攻略、録画内ですることができましたので、その後ですね、こう、ベスパー通貨、スネイルによって妙義が取れなくなってしまって捕まってしまったんですけども、このルビコン危険都市から脱出するそこをねやっていきたいなと思いますんで、やっていきましょう。ね、ウォルターからコーラルに関係する思いをね言われました。燃え残ったすべてに火をつけろと。デイブ、あなた宛てのメッセージを見つけました。暗号化を解除、再生します。621、これはある友人からの、いや、この俺からのごく私的な依頼だ。お前は気づいているだろう、コーラルの潜在的な危険性を。アイビスの火で消失したはずのコーラルは、しかし生き残り、集まり、ゆっくりと自己増殖を続けていた。集積したコーラルは指数関数的に増殖を早め、やがてはルビコンから溢れ、宇宙に蔓延する汚染となるだろう。その前にコーラルを焼き払う必要がある。それがかつて生計を飲み込んだ対価を再現することになったとしてもだ。これはハンドラーとしての指示ではない。俺が死んでいった友人たちから受け継ぎ、お前に託さんとする一つの依頼に過ぎない。621、火をつけろ。燃え残った全てに。俺の最後の仕事としてお前を自由にしよう。レイブン、ウォルターの考えていたことがようやく分かりました。この機体もこうなる可能性を予期して彼が手配していたのでしょう。脱出する時が来たようです。さあ、ウォルターから託されたメインシステム、思いをですね、この機体でいきたいなと思います。旧型機体での出撃、旧型機体ですけど、ジャンクパーツで構成されており、はい。機体に座標情報が入力されています。脱出の手引きということでしょうか。下水まで目を光らせろとはな。こんなところに機体があるっていう。ここでは何があってもおかしくない。やれるかな。えい。なんだ、どこから出てきた。要配器が動いてる。これも危険の技術なのか。よし、で戦闘は極力避けることを推奨します。さすがにこの機体ではあなたの技量に追いつきません。了解。身代わりそうな相手です。迂回しましょう。ピュー。見つかってしまった場合は左手のジョニングダムが使えそうです。よし、 ECM ロックオンがどこ行った。レイブ、今のうちに先へ。拡散バズーカとマシンガンでやり過ごすしかないな。いた、くらえ。おい貴様、持ち場を。十分ではありません。よし、ラスト。
ここに多分あれがいるからこれ撃って、でエネルギー回復して、ほんとかギリギリだぜ。よいしょ。ここは技研都市の郊外。こちらベスパーシックスペイター、警備部隊各員に通達します。再教育中の独立傭兵レイブンが脱走したとの報告が入りました。やばい、エネルギーがない。技研都市周辺に潜伏している可能性があります。各員は警戒を検討してください。レイブン、企業が限界態勢に入っているんです。スキャンを活用して戦闘を回避しましょう。ユウ君ではない。識別不明 AC。 まさかレイブンが待って。そうだとしても見るからにジャンクだ。押しつぶすぞ。サーチライトに注意、拘束されると危険です。なるほど。識別不明 AC。こっちから行こう。よし。ああ結構いる。どうすかな。ポン。よし、ジャミング弾がこんな使い方があるか。独立傭兵レイブンを目標地点まであと少しです。レイブン、あのメッセージ、ウォルターはこれを確認しました。罠でも良さそうです。危ない危ない、弾飛んできてる。チャーティー、久しぶりだな、ビジター。暴れる元気が残っていたようで何よりだ。ボスが迎えに行く。合流地点まで移動してくれ。お、カーラが来るのか。よし。この声はラットの。ウォーターの使命とカーラにはやはり何か関係が。エネルギーが全然ない。よいしょ。さすがは旧型機械だぜ。合流地点に到達。なに？敵性反応。くれ！独立用でレイブンを発見。包囲する。ベスパーシックス、ベイターより通達。レイデー！中よりご指示をいただきました。抵抗が激しい場合は殺害も許容されるとのこと。撃破は必殺です。各員奮闘も。やめろ、来るな。レイブ、さすがにこの数では。新たな機体反応。機体反応？苦戦しているようだね、ビジター。おー、カーラだ。助けてー、頼む。おお、次はサルトーマ。生き残ってくれ俺は。やべ、カーラ強え。ミサイルの量が半端ない。俺も助け立ちしよう。ありがとう。ビジター、一息ついたら話をしようか。ウォルターのことさ。おお。いやー、なんとか脱出することができましたね。A か。
これランク S ってどうなんのかな。やっぱ到達する速さとかなのかな。基本的に S ランク取るときってあれなんですよね、クリアタイムが結構重要になってくるから。よし、じゃあこのまま行きましょうか。こちらですね、無人養生都市掌握ですね。こちらをやっていきたいと思います。ブリーフィングを再確認していきましょう。ベジタ、昔話をしようか。アイビスの火がこの星を焼き尽くした後、決して表には出ないある組織が作られた。観測者たちの結社、オーバーシア。コーラルの増殖傾向を測り、破綻が訪れる前に焼き払う。それが使命だ。私は溺れた、そして死んでいった友人たちのね。ラッドは退屈しない隠れ身のだったが、いよいよ本来の仕事をする時が来たってわけさ。本題に入ろうか。あんたもザイレムには行ったことがあるだろう。技研の作った養生都市だ。あそこには来たるべき破綻への備えとしてちょっとした機能が隠されてる。そいつが今の状況には必要なのさ。ラッドの技術者が総がかりでザイレムのコントロールを奪いに行く。あんたにはシャシャリ出てくるに違いない。アーキバスの相手を任せたい。なるほど、じゃあ行きましょう。観測者たちの結社、オーバーシア。コーラルを焼き払う、使命。ここでエアはあれなんですよね、ウォルターとカーラの、ね、使命が分かったから、自分と相反するね、存在たちっていうのが分かってしまったっていうのが、ちょっと物語の中ではターニングポイントかなと思いますね。よし、じゃあ行こう。始めるよ、ビジター。配置につきな。こっちの仕事が終わるまであんたにはあのタワーを守りきってもらう。よし、工場からプロセス系シールド展開。ボス、手始めに防衛システムの一部権限を奪った。上出来だ、ジェティ。こいつで時間を稼ぐとしよう。配置に着いたようだね、ジェティ。システム掌握までかかる時間は5分で終わらせる。企業勢力は5分か。アーキバス MT 部隊です。せっかちなお客さんだよ。ビジター、早速だが迎撃を頼む。 OK、 あんたのおもてなしを見せてやるんだ。ほい、サポートします。タワーに近寄らせるんじゃないよ、ミスター。工場からプロセス B はプラズマホールに待機。支援砲台を起動できるようにした。手が足りなければ使ってくれ。支援砲台は起動させましょうか。これ結構スピード勝負だからな。ミジター、システム完全掌握まであと4分といったところだ。よし、いいぞ。意外とこう近づいてくる敵が分かんなかったりするから。よし、
高台で様子が見れるんでしょ。あと3分はかかる。持たせてくれ、ビジター。了解。今度は狙撃部隊です。蹴散らしてきな、ビジター。出すかよ。あと、飛んでくるあれは。なんだなんだ。生体反応なし。自滅特攻兵器。容赦なしかい。ビジター、ぶち漏らすんじゃないよ。やべえ、突破された。くそ。打ち落とせなかったか。結構ギリギリだぜこれ。あと1分しのいでくれビジター。管理権限移行まで。よし、あ、30秒だ。まだ来るか？反応ある。正面か。よし。なんとかできたけど結構ギリギリだったな。巨大な艦隊みたいになったぞ。あいつの残していった情報が役に立ったよ。恒星艦入植船ザイル。すげえすげえな、そりゃあ。あ、 B か。あー、やっぱりあれだな、シールド割られたっていうのがちょっとでかいんだろうな。はいはいはい。加算方法、防衛目標も 50% 未満。
まあ、弾薬かな、やっぱな。なかなか難しいですね、スランクトルはね。いやー、でも物語的にはすごくここはね、ターニングポイントでしたからね、この2つは。はい、というわけで皆さんにご視聴いただきましてありがとうございました。今回はここまでとなります。次回はですね、いよいよ、ミッションも残り3つですね、になりましたので、やっていきたいなと思っておりますけども、楽しみにしておいてください。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。